いい子で待っているのですよ。もう子供ではないのじゃ。では行ってきます。父上、ご分を。元近殿、縁のかたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。戦なき地平を目指して父上は戦に臨んでおる。話しておるのは元近とやらか。はあ、こんなにたくさんの船、初めて見るのじゃ。戦なき地平を見るには戦をせねばならぬのかの。世の断りは不思議なのじゃ。なればこそわらわのこの目でしかと見るのじゃ。ガラシャは織田家の名将明智光秀の娘である。大切に育てられたためか、あまり世間の様子を知らずにいた。光秀はガラシャによく己の志を語って聞かせた。戦のない優しい世を作る。そのためには戦わねばならないこと。それがどういうことなのか、ガラシャには想像もつかなかった。ある日、光秀に戦の召集がかかった。戦とは何か、優しい世とは何か、ガラシャは好奇心を抑えきれず、戦場に向かう船に忍び込んだ。太平を築く戦、父